FPS をやって人生が壊れたこと参戦。その1、信じられないほどの短期になった。僕は主に COD と FPS をやってるのですが、 FPS を始めてからはタイピングミスをしただけで切れたり、スタじゃねえかぶち殺す、スマホを落としたりしただけで信じられないぐらいかぐってます。その2、 FPS 以外のゲームが遊べない。世の中には FPS 以外のゲームがクソいほど存在していますが、それでも FPS 視点でないようなゲームは一切遊べない体になりました。もうマジで遊べないし、本当に始めることすらもままなりません。その3、無事にエフラン大学に進出してしまう。僕は幼稚園の年長さんから FPS を始め、そこからは怒涛の評定値を見事にコンプリート。脳は小さくなり、体だけが大きくなってからは無事にエフラン大学に進出し、晴れて今日から社会的弱者に大進化しました。やった。まだ一度も FPS をやったことがないという方は、ぜひともコールオブデューティーを購入して FPS を始めてみてください。合言葉は、薬物乱用はダメ、絶対。